Marking the. はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はこのラム7のノーリコイルカスタムでございます。まあ最近流行りのアサルトライフルになるんだけど、ウォーゾーンでも使えるし、もちろんマルチプレイヤーの方でもめちゃめちゃ強いと思います。カスタムは動画の最後に載せてあります。それでは早速ゴー。ここ安定すぎてな、いつも降りるけどちょっと多いから。ドネーショットガン、まだいるはずだけどね。これ僕の上だな多分。逃げてる。また降りてきたか。あ、待って、足音するかも。撤退も大事。いやー、いや、初動完璧。えぐすぎ、やばすぎ、もりもり。もしかしてうまいかもしれん、これ。このゲーム。Thank you。マークだな、あれ一回か。降りてきてるらしい。今日強くね。あれフライ、あれ、危なー、もうドラゴンブレスやめてくれみんな。お、チョッキャベさん、5ヶ月サブスクありがとうございます。今日ね、51キルじゃない、盛りすぎやろ、31キルして記録更新しましたよ今日。投げナイフないかな。
Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. Marking the rest of that squad on your attack map. Go get him. Only 10 left. My crates are restocked. うーわうーわもうしょうもない。え、なんか周り全然おらんや。あぶねえ。このこれでギリギリか。おいしょおいしょ。あ、エペしか FPS 触ったことないけど COD 気になってると。ほう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 、それは非常に良いことですね。そうですね、まあ僕が今やってるウォーゾーンはまあバトロワの方なんだけど、どうだろうな。いやー、結構好みによるかもしれないけど、まあ、マルチが有料なんですよね。で、今やってる僕の方は無料なんですよ。だからまあ、手軽に始められるのはこっちではあるんだけど。で、僕がやってるのは、これ、復活がある方のモードで、何してんの？で、マップが小さい、こっちは。で、通常のバトラーは、こんなに何回も復活はできなくて、こう、なんだろう、練習したかったり、もう試合、とにかく敵と当たりまくりたい人は、こっちのモードで遊んだりするね。で、僕は基本的にこっち、リサージェンスの方ばっかやってる。戦闘しまくりたいから。このわ、すごい武器だなこれ。なんだこれ、あぶねー。ステルスベストが多かったか。ちょ、あ、まあ負けない。なんで屋上だ。待って、おった。え、僕おったかな。僕の目が悪いか、もしかして。あれだよな、敵自己蘇生か。わあ、ゴーストか。危ねえ。よかったな今の。ステルスベストかな多分。スナイパー撃ってるな。こっち向いてるやんけ。危ねえ。勘違いで死におった。よし、勘違いで死におった。さあ、あと二人どこだ？まず1枚そこか。アンチを取ってるな。ラストワン。さあ、顔を出していきな。おっ、2時22キルか。20キロは安定するようになってきたんだけど。はい、今回使ってきたカスタムになります。ラム7はこちらですね。SMG も一応ね、前回載せたけど、全く
同じですね。前回と一緒の使っております。あ、ここ50じゃなくて40の方が僕好きかもしれないね。機動性的にね。以上、今日のカスタムでした。よかったら皆さん使ってみてください。それでは、お疲れ様です。Trying to